ました。ガンノートでございます。ちょっとまた今日もバタバタしてすみません。はい、まずですね、ガンノートの、趣旨をちょっと最初に お伝えしてから、今日のゲストの長谷川さんのお話に移っていきたいと思うんですけれども、そうですね、まずガンノート、この番組はですね、まあ、僕自身もそうなんですけれども、まあ、がん経験者が、自分の、闘病経験だったりそういったところで分からないことっていうのがやっぱいろいろあると思うんですね。でそういったところを、ゲストに聞いて、そのゲストはどうやってこう克服してきたのかだったりとか、闘病しているのかだったりとか、そういったところで、まあ、医療情報ではないですけれども、今闘病している人にとって何か勇気づけられたりとか参考になることができればなと思って、こういった放送を行っている岸優徹でございます。はい、ありがとうございます。ではですね、早速今日のゲストの長谷川さんにお越しいただきましたので、今日ちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、長谷川です。はい、では長谷川さんのですね、ちょっとプロフィールをですね、ちょっとご説明いただきたいんですけれども、ちょっと自己紹介の方お願いしても、はい、大丈夫でしょうか。はい、名前は長谷川和夫と言います。44歳ですね。で普通に妻がいて子供が2人います。で、がんはですね、肺がんです。肺がんの腺がんっていう、聞いたことありますか？腺がん、まあ、肺がんにも、ね、いっぱい種類があるんですよ。そうですよね、肉付き編っていうのだけ知ってます。肉付きの線ですよね。月って書くやつ。ああ、そう。月って書いて泉。泉の線ですよね。はい。なんかね、その線がんってやつで、はい、一応ね、いっぱい、一番多いタイプ。多いタイプ。一番多いです。一番メジャーなタイプ。あ、肺がんのメジャーなのが線がんなんですね。そうですね。肺がんのど真ん中っていうか、あ、だから肺がんって、なんだっけ、脂肪素とか一番多いじゃないですか。だから、そのど真ん中の一番多いグループが腺がん、その中の、患者の一人ということですかね。で、ステージでいうとステージは4で、うんうんうん、だからその、何でしたっけ、いわゆる薬しかできないっていう、はい、そういう、うんうんうん、ところで、はい、あとはあれですよね、闘病時期、分かったのは2010年、ちょうどだから今から5年ぐらい前、5年ちょっと前ですかね、そのぐらいに分かった。で 今も、いろいろ治療して、今も治療しているっていう、そういう状況です。はい、ありがとうございます。今も、実際治療されていて、そうですよね、ステージ4っていったら結構ですよね。これ以上ない。ない最上級です、ね、最上級なところです。はい、わかりました。ありがとうございます。ちょっとまたいろいろこうお話ししていく中でもう一度なんか聞いていくこともあるかと思うんですけれども、はいはいはい、お願いいたします。はい、まず、はい、発覚といったところでですね、まあ、5年前から、はいはい、まあ、正確に5年ちょっと前ぐらいから闘病されてきたかと思うんですけれども、その時の発覚の状況をちょっとご説明。発覚はね、はい、もう多分人生の中で一番ひどいと思われる咳がドワーって出てきて、コホコホじゃなくてもうなんか結構ガハガハって言って、周りに人がいると絶対に人が離れていくみたいな、これはもうなんかこれ必ず風邪じゃないよね、うん、みたいな、そういう感じのする咳がダダダーと出てきて、はい、でね、その後に僕の場合はここがブワーって腫れてくるんですよ、この辺が。で、あ、これはもうおかしいね、地元の病院に、開業医さんのところに行って、抗生物質だったり風邪だねっていうことで治療は受けたんだけども、もう全然それ違うよねっていうことで、夜中の救急で大きい病院に駆け込ん でそこでもう CT 撮ったらこんなうわーっていうのが映っててがんですねみたいな、そういう経緯ですね。もうじゃあ救急病院に駆け込んでもうすぐ分かったわけじゃないですか。じゃあそこからもうすぐその病院で治療っていう形になってったんですか。はい、うん、ね、まずね、はい、基本、多分ステージ4っていう、あ、これちょっと想像なんだけども、はい、想像入ります。ステージ4っていう、はい、
重い場合、重い場合はがんって言わないんだよね。がんの可能性が、がんの可能性、これはもしかしたら重い病気のことがあるので、もっと検査しましょうっていうんです。だから確定診断がつくまではがんっていうふうに言わない。多分ね、軽い人は、これがんじゃないですかね。ちょっとちゃちゃっと取りましょうぐらいなもんなんでしょうけど、そういう状況では、もう CT とかで見て、そういう状況ではないっていうふうに先生が判断すると、わかんないな、重いかもしれないな、でも何かこう感染で肺炎かもしれないですね、わからないから検査しましょう。で、もうこっちは、これがんじゃねえのっていうのがもうプンプンに匂ってくるので、僕はちょっと仕事からすごいね、知りたがりなんですよ。そういう時に、なんか分かんないまんまずっといるっていう状況が僕は一番嫌いなタイプなんですよね。いますよね、患者さんでもそういうタイプで、であこいつはがんって言わない、あこいつ主治医はね、言わないなと思ったから、そこでなんだっけな、もう言わないって分かったから言わせないといけないと思ってこれ職人魂というか、これどこをどう見てもがんですよねって一言言ったら、そうですねみたいなことを言って、だからその場で分かった。 でももちろん確定診断はついてないから、あとここにブワーッと腫れてて、熱もなんか40度近く出てるので、もうそのまま即入院して、で1週間ぐらい経ってやっぱがんでしたって言われて、じゃあ治療しますかしませんかみたいな、でそれで治療に入っていくみたいな、そんな感じでしたね。そのさっき職業柄ってこう知りたかったっておっしゃってましたけど、今ご職業ってどんな、一応テレビのディレクターをしています。でも全然その治療中だから全然できてないですけど、ね、緩やかに。またはい、そこはちょっと仕事のところでちょっと触れたいと思うんですけども、じゃあそういうふうな形で、より検査をやっていこうっていう形になったと思うんですけど、全部同じ病院でされたんですか？救急で運ばれたじゃないですか。その病院で、治療しましたね。治療は始まりました。始まりました。別に他のところに行こうとかっていうのは思わなかったですか？その確定診断が出る前に、がんセンターには、がんセンターで、築地の、築地のがんセンターには行きましたね。そしたらね、いいのかな言って、断られちゃった。確定診断は出てないけど、どこをどう見てもがんだよねっていう話に、その先生はしてくれて、でしかもステージ4でしょ、だから転移もしてて、そういう状況だから、あとねその時さっきも言ったようにここブワーッとこう腫れてて、がんセンターに行く時も車椅子で行ったんですよね、確かね。だからこれはまた僕のまた想像なんですけど、がんセンターで、がんセンターでやる治療と地元の病院でやる治療は薬だから基本的には同じなわけじゃないですか。そうですね。がんセンターだと最後まで基本的には見取りまでしないから、途中でさよならって言われるわけですよね。でその時に多分それが、僕の場合はもう状態が悪いから、そこで治療してもすぐにそういう場面になって、この人にこう悪いことするんじゃないかな、だったら自分の地元の病院で治療した方が、治療法も変わらないんだし、そっちの方がこの人にとってストレスがないんじゃないかなっていうふうに思って、この病院でやる、その時に断られるって今さっき言いましたけど、この病院、つまり築地のがんセンターでやると今大部屋に入るのに1ヶ月かかりますよ、どうしますか、でじゃあ個室はって言ったら目がちょっと泳いで、個室空いてんだろうなっていうのがその時分かるんだけど個室もね同じですって言われて、じゃあそこには入らないで地元の病院を押してるんだねっていうのがこう伝わってきて、あとで地元の病院に戻って、で、地元の病院でその治療を始めた。そうなんですね。そうステージ4、4だからっていうので、はい、待ってください結構、じゃあもうその新宣告を受けてからがんセンターに行った。いやさっきもだから言ったようにね、宣告は受けなくて、これCT 見てこれがんでしょって言ったら、そうですねって言って、がんという診断が出るのは病理の検査が出てからじゃないですか。だからその間ですね、病理の検査が出るまでと、そのがんじゃねえのみたいなのがこう言われた時の間の時に1週間ぐらいあるから、そこでがんセンターに行きましたね。結構やっぱ何ですか、その宣告受けた時って へこまなかったですか？
もう、ああ、宣告を受けた時ね。受けた時というか、受けた時もそうですし、その病理の結果が出てステージ4ですってはいはい、はい、なった時とか、基本的にもうほぼ思考能力が多分ね通常の5分の1ぐらいだったんじゃないのかな、はい、さっき見た車椅子とかでこんな、こんなところにこうあって、でもでもねまた、肺がんで肺でしょで 悪くなるとね、寝れないの、寝れないっていうのはね横になれない、横になって寝れなくなるの、ね、だから肺がんで悪くなると座って寝るの、座って寝るんですか、斜めとかで、だからそんなような状況でそれを斜めになれば寝れるよっていうふうなことは後で知るんですよね。だからその時はね熱があるブワッと膨れてる、咳は出る、なんかがんだって言われてる、しかも寝れないっていうので、なんか極度の緊張、状態にあってがんだって言われた、ステージ4だって言われたもの、それがねだからねきちんとこう入ってこないというか、あそういうもんなのかなみたいな、そういうことなんだ、でもまたもちろん普通だったらねネットとかで調べられるんだろうけど、そういう状況でもないし、なんか緊張してても目はすごい冴えてるんだけど、なんかこう一歩も前に進まないみたいな、発覚した時はそんな感じだったな。でそれでなんだっけ、もうちょっと話進めると、はい、どん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 進めちゃってください。なんだっけな、結局そので、それからその発覚してそういうあまり考えられない状況なんだけど、どうするかってことになるじゃないですか。その時に僕はそのがんセンターの人も含めて、その主治医とあともう一人セカンドオピニオンとか、計3人にを聞いてるんですよね、でそしたら病気 その症状に関しては全員同じなんですよ。だから腺がんでステージ4 で、はい、で余命は大体10ヶ月って言われるんですけど、まあ、大体そんなもんなんです。で3人がそれぞれ全然変わらないんですよね、同じ、うん、でがんセンターの先生で言うと覚えてるのはね、それを言われた時に長谷川さんこれは、本当にね一日一日をね、大切に生きてほしいんです、そういう病気ですよみたいな、そういうふうな、もう涙目で言ってくれるんですよね。うん、後ろで研修医がこうやって回してましたけど、なんかそういうね細かいこと覚えてますね。関係ないんだけど。関係ない。関係ないことよく覚えてます。そうなんですよね。ちょっとカーテンちょっと本当にそうなんです。でだからお医者さんはそういうふうに本当にこう重大な病気ですよ。一、うん、日一日を大切に生きてくださいね、うん、みたいなことを言って、だからあそうか、もう涙目で本当にこう本気で言ってくれるのが伝わってくるから、そうですねとしかないですよね。で、であとでももう一人が、はい、ちょっとここでね実は変わるんですけど、はい、こっちはね標準治療じゃない先生のところにセカンドオピニオンに一回行ったんですよね、はい、そしたらね、僕がこう診察室にこう入るじゃないですか。そしたら今までの対応とは全く違うんですよ。ね、まずね僕の足元から顔までこうやって見るんですよね。こうやって見て、はい、で座って最初の一言がね、はい、長谷川さんは子供がいるのかなって聞くんですよね。うーん、もうねそれ聞いた瞬間、まあ、妻もいるんですけど妻は泣き始めますよね。まあ、で、その先生が言うには、人にはね役割ってやっぱりあるんだよねって言うんですよ。役割がある、使命がある、うん、で長谷川さんの場合子供いてそれを育てるって使命があるよね、役割があるでしょ、だからこう戦わないといけないんじゃない、戦いなさいってこう言うんですよね。つまりこう、大切に生きなさい、大切に生きるっていうのは それはそれで何ていうのかな、諦めろって意味とはまた違った、そのすごい大切な生き方のこうそういうことを教えてくれる先生たちと戦えよっていう人がいて、僕はねこのさっきこのがんセンターの先生とかが言ってくれたことで、ああそうだなっていうことで受け止めてはいたんですけど、戦え
戦いなさいって言われた時に、ああ戦っていいんだみたいな、あの戦うってことが今まではだからチョイスの中になかったんだけど、戦うってことも選択肢の中にあって、それを選んでいいんだなみたいな、そういうふうにこうそれを聞いて思って、僕はねだから戦う姿勢に変わっていくんですよ。ガラリと変わっていくんです。その発覚して分かって、どうするかっていうところでこう受け入れるというか、まあそうだなと思ってたところが戦うというところにこうガッとこう変わっていく。そうですね、そんな感じでしたね。発覚に関しては、今はその、標準治療じゃないところにも行って、 あともう一個、あ、これは主治医、横浜に住んでいて、今もずっと通っている主治医のところに、救急病院っていうか、あの地元の救急でこう駆け込んだ病院です。あ、病院とそこと、ガンセンと、はい、はい、そうです、と3つ行ったってことですね。で、まあ、自分でこう戦っていこうっていう、そこからなると思うんですけれども、その後のその治療具合というか、それはどういうふうに進んでいったんですかね。基本的には僕はだから、肺がんのステージ4っていうのは薬しかないんですね。手術と放射線はダメだから、ステージ4、すいませんちょっと、まあ、ステージ4って言ったらどんな感じになってるんですか、肺がんの場合は。あ、基本的には、ね、転移があるってことなんです。転移があったらステージ4っていう。で、つまりもう転移が別にここだろうがここだろうがここだろうが1個あれば、もう見えないがんが全身に散らばっていて、手術っていうのは見えるところのやつ取ってくるだけじゃないですか、だから放射線もそうですね、ここにあればここを叩くってだけだから、もうあなたは全身に広がってるわけなので、その局所の治療は意味がないですよねっていうことで、放射線治療と手術は適用外になってしまう。で、なんだっけな、で残りは薬の治療だからってことで、薬は全身に効くのでってことで薬だけですってことで薬が始まる。そうですね。で、なんだっけな、そうですね、はい、その薬は、まあ、差し支えなければどういったものでどれぐらいやられたんですかね。あ、なるほどね。あ、そうだね。薬はね、はい、アリムタっていう薬と、シスプラチンっていう薬が。シスプラチン分かります。あ、分かります。僕もシスプラチンでした、はい、副作用の王様みたいな数々の歴史を作った薬腎不全にもなりやすくなるしとかですね吐き気マックスですし。そうですよね。もう本当にだからなんか世の中のイメージを作った薬ですよね、あいつが。あやつですか、作ったのは。肺がんの場合はなんかね、17、18年前に初めてそこでこう生存期間が延長するんですけど、はい、だそれまでは17、18年ぐらいまでは薬やってもやらなくても変わらなかったっていう状況が、初めてそこでこう17年前に変わるんですけど、その時の薬がシスプラチン。ああ、そうなんですね。で、当然吐き止めとかないから、ウェーとかっていうテレビでよく見るあれがもう植え付けられていくみたいな、そんな感じじゃないですかね。じゃないですか。あとでだからアリムタとシスプラチン。でこの薬をやり始めた。どれぐらいやったんですか。これちょっと半年ぐらい。半年ぐらいです。半年しか効かなかったですね。半年しか効かなかった、どういうことですか。入院します、2つ抗がん剤やります、半年かけてずっと入院ですよね。家帰りました。まず入院か外来か通院かでいうと、最初だけ入院で、あとは外来。月に1回しかやらないんだよね、その薬を打つのは。月に1回をこうだから半年間やってるってことは6ヶ月だから6回やってる。で最初が入院で、次は大体こう通院になりますよみたいな。で6ヶ月にこう驚くっていうところで、そこの説明をするとすると、ステージ4だから、さっきも言ったように余命は僕は10ヶ月と言われていて、基本的には治んないっていうことですよね。治んないから薬はいっぱいあるわけじゃないですか。いっぱいあって一番強いやつをやりました、効かなくなりました、次の薬をやります、効かなくなりました、
でそれをあともう一回か何回かやるとその余命が来るっていう、そういう、あ、そういう感じなんですね。はい、だんだん効かなくなっても来るんですね。基本的には効かなく、あ、そうかそうか、効かなくなるまでそういう判断で薬はやってないと思うんですね。そうなんですよ。僕一回、はい、シスプラチン、エトポシド、ブレオマイシンっていう3つを3ヶ月間ぐらいこうバーってやって、でそれで腫瘍をちっちゃくしてからあの切り取っていったっていうタイプなんで、そうなんですよ。だから効かなくなって次っていうのがね。あ、そういう治療、ね、そういう治療をしたんですね。あ、でそれをまあじゃあ半年やって、そうやってってどれぐらいやったんですか？それは半年。あ、その薬は、あ、その薬は半年ですけれども、その後の薬とかっていうのはやってったんですか？ね、半年後はどうなったんですか？だいたいね、薬でいうと今はね、僕はね5種類ぐらい目の薬を、あ、だからそのなんていうのかな、さっきみたいに2剤を2つの薬をカクテルしてやったりするから、これを1つとすると僕は今5個目ぐらいの薬になっていて、それぞれね、一番長く効いたのが今のこの半年のやつじゃないですかね。だから後のはね、同じぐらい半年ぐらい効いたやつもあるけど、あとは3ヶ月とか、なんていうのかな、そもそも効かないってやつもある。そもそも効かない、1ヶ月後にこう検査したら大きくなってて、なんだこれみたいな、そういうのもあります。あ、で、そうするとあれ半年しか薬効かなくて5つぐらい、5つやって、あれさっきなんか僕5年ぐらい一応生きてるんですけど、一応ね、ついつまがこう合わないじゃないですか。いや、そうなんそう、ついつまが合わないですよね。そうなんですよ。ついつま合わないのは、僕はね、実はね、そこに放射線治療とか、手術を入れてるんですよね。合間合間にそれで生き延びてる。けど放射線治療効かないって言われたんじゃないんですか？あ、これはね、効かないとか やっても意味がない、うん、だから薬になるということで、あ、これはね、さっきのあの、何でしたっけな、うん、戦いなさいってこういうふうに言ってくれた先生が、教えてくれたことなんですけど、ただその普通の治療でいうとステージ4は薬をやっていくわけですよね。で僕は腺がんというタイプで、余命10ヶ月と言われましたけど、大体、うん、このタイプは、うん、1年ぐらいで半分いなくなる感じなんですかね。だからその薬を、まあ、1年ぐらいで大体いなくなるんだから、半年効くっていうのも、半年もだから実は長いぐらいの勢いで、そういうのを2つ3つやったら終わるっていう、そういう感じなんですけど、基本はそういうスタンスなんだけど、その戦えって先生が教えてくれたのが、もしね、良くなったら放射線とか打っていいんじゃないっていうふうにちらっと言ったんですよね。あ、つまり先ほど岸田さんが言ってた、ちっちゃくして手術しようっていう、その戦略は肺がんだと最初からそういう戦略は立てないんだけど、もし小さくなったら、でだから僕転移がいっぱいあるわけだけど、その転移が消えて、画像上は消えてね、あるんでしょうけど、肺のところにこう一個こうちっちゃくこうそういう状態に仮になったとしたら、打ってもいいんじゃないみたいなことを言われて、で、あ、じゃあそういう治療もありなのかなと、うん、で、うん、僕最初にその6ヶ月聞いたって言いましたけど、うん、6ヶ月の間にこう、だからつまり腫瘍がこんなでかいやつがギュ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 ッとこうちっちゃくなっていって、またこう大きくなるわけですよね。その大きくなった時はまた半年だってことですけど、この一番こうちっちゃくなる時のここで放射線を入れたってこと、そういう感じなんですね。だからその抗がん剤と抗がん剤の間もちょっと空くし、はいはいはい、その放射線やったりとかしてる関係で、外科的手術はしてない？あ、しましたしました。もして、うん、で結局ね、放射線入れてもやっぱ効かないからまた出てきちゃうっていうのが2回ぐらい繰り返して、あ、で手術したいなと思って、で手術して、手術も基本的にはダメなんだけども、いい状態であれば、そのさっき言ったちっちゃい状態であればやってもいいよっていうところがあって、そこに訪ねていって、で、お願いした。だから僕今半分ないです。こっち側がないんです。あ、そうなんですね。右側がないです、はい、そこのここ2階だけども、ここ2階じゃないですか。そこの1階から2階に上がるまでもハーハーしちゃうみたいな、そんな感じです。はい、わあ、ありがとうございます。
そういう今治療っていうことはもう今も現在本当にもうね進行形で今も闘病しながら来てくださっているっていうわけですよね。そうですね。すごいですね。その10ヶ月しかもまあ大体ね持たないとかいう形のところで今もう5年以上生きてるわけですよね。あまりそういう人って多くはないですよね。あでもね肺がんってまあさっきも言ったけどその、よろしくないじゃないですか、うん、死亡率と、うん、死亡数もトップで。でもあの今あのなんていうのかな遺伝子のなんか研究が進んでて、イレッサとかなんか聞いたことないですか。イレッサとかそういうのが使える人は、1年じゃなくて2年とか3年とかいるんですよね。バンバンいますよね。で僕はそういうのにはハマらないタイプだったので、あの積極的になんとか薬が効いた良い時にあの放射線なり別の治療を入れてなんとか伸ばしてきたみたいな、そんな感じですね、はい、ありがとうございます。そんな長谷川さんの結構あれですね、結構大変な治療のなんと思うんですけれども、うん、まあそんな肺がんのですね、あのちょっと今画像をですね、ちょっと写真というか今ちょっと持ってきてもらって、はい、長谷川さんが今ですねそういった治療の中でこういったですねあのワンステップというですね肺がん患者会を実施されてですね、実施されてって言い方ですね開かれて、でそれであのあれですよね、ここのワンステップの、まあ、ちょっとどういうものなのかっていうところだったりとか、あの、まあ、なぜこういうことをやろうと思ったきっかけになったのかとかちょっとお伺いしたいんですけれども、ああそれもっと後の方で出てくるんだったらちょっと飛ばします。あ、いえいえ全然あのなぜ何でしたっけ、なぜやろうと思ったのか。そうですなんか肺がん患者会ってなんか結構 あまり多くないっていうことを聞いたんで、あなんかとかそういうところ、うん、単純にあのお仲間作りたかったなっていうのが、まあ、ブログとかであのお仲間のこうブログはいっぱいあって、そこでお知り合いになれたりはするんですけど、実際に会う場とかはないですし、当然のごとくなんかそういう場があるといいなと思って、で、ね、それで集まればそのいろんなその人たちの経験がいろいろ聞こえるわけで、聞かせてもらえるわけで、すごいいいので、でないから作っちゃうみたいな。でなかなかさっきも言ったように用語がよろしくないので、うん、多分あんまりこう、うん、作りたい作ろうっていう思っても、あの同じ思いの人がいてもなかなかそれが実現しなかったっていうのがそういう現実じゃないですかね、うん、作っても数年で終わってしまったりと とかっていうことですよね。であと肺がんの場合はあの例えば早期の方いるじゃないですか、はい、早期の方って別にあの治っちゃうとあの外傷も何にもないんですよ。あの例えばあのすごくちょっと言い方に語弊があったらちょっと後で謝りますけど、乳がんの方は傷がこう残ったりとかされますよね。だからこうずっとこう続いていくんでしょうけど、肺がんの場合は治ったらもう普通の人なので、特にあの肺がんに関われなくていいですよね、というか関わる理由がないというか、うん、だから早期の方はどんどん多分あのまあ、その手術とかの時は当然困るというか、うん、あの追い込まれるんでしょうけど、それが終わってしまえば戻れるっていう感じがすごいするなと思います。だからその辺で他のがん種とも違っていて、どんどんそうやって離れていってもしまうし、またあの悪ければ悪いでちょっといなくなってしまうっていうところもあったりするので、うん、なかなか肺がんの患者会がなかったっていうことだとは思います、うん、はい、強引に作りました。強引に結構僕もブログでよく聞かれるんですけど、患者会をどうやって作ったんですかとか、なんかあいろんな言われるんですけど、長谷川さんの場合どうやって作ったんですか。なんかねあんまりねあの深く考えると一つも進まないから、何も考えないことにして作りましたっていうふうにやっちゃえみたいな既成事実作ってしまえとか、それであのそのうちあの進んでいくとそのうち方向決まるんじゃないのみたいな。うーん、だからやることはでも患者会だから分かち合いっていうか、そのね同じ患者さんが集まってああだこうだ言ってあのなんか励まし合うみたいな、それが肝じゃないですか。でそれと、あとまあこのホームページとかブログとかを見てもらえば分かるんだけど、情報交換っていうかそういう部分をまあやっていけばいいんじゃないのかな、
あとはやりながらなんとかなんじゃねえのやって頑張っていくっていう、そんな中あれですよね、前回あのこういったあのおしゃべり会を実施されたんですよね。はい、はい、実施しました。そうですそうです、これ18人も集まってくれて、赤ちゃんも含んでるんですけど赤ちゃん含め18人こう来てくださって、はい、こんなに来ると思わなくてびっくりしましたね。だからもうこれはまずいと思って、あのなんていうんですか、ピアサポートとかそういうプロの方いるじゃないですか、もうそういう方呼びました。もうあのこれはまずい、つまり僕が別に、僕さっきも言ったように強引に患者会作っただけだからでただ患者なだけでしょ別にあの喋りたいというだけの話なので、うん、みんなとね、うんうんうん、でもこう18人いるとさすがにこうあの技術を持ってないとダメかなと思って、全員をフォローするとか難しいですもん ね、お手伝いというか、もうそのプロの方を呼んでちょっとお願いしますってこうお願いして、この会は開かれましたね。はい、これちなみにあれですよね、あの神奈川県でやられたんですかね。あこれはね、東京都、東京駅のすぐ近くで、東京やられたんですね。そうです、あの僕が住んでるのは神奈川県横浜なんですけど、はい、なんだっけな、患者会ってないから、あの人が一番集まりやすいとこってどこだろうって考えた時に横浜よりは東京の方がいいのかなと思って。あじゃあ結構遠めな方も来られたりとかしたの。一番遠い方はね、伊豆から、伊豆とか静岡県から来られた方がいましたね。はい、そうなんですね、ありがとうございます。まあね、そういった結構じゃあこういう第1回第2回第3回もやっていくっていう感じですよね。そうですね、一応あの継続してやっていきたいなみたいなみたいなみたいなと思ってます。あでもね、今度はね、なんだっけな、7月の20日にこれはおしゃべり会じゃないんですけど、そのワンステップの活動でいうと、うん、日本の肺がん学会がイベントを開くんですよ、肺がんので、映画を見て、まあ、がんの映画なんですけど、その映画を見て、家族と患者の関わりとか、当然その映画の中に医者との患者とかっていうのもあるので、そういうコミュニケーションみたいなものを映画から学ぼうみたいなことをこうやるイベントがあって、じゃあそれにちょっと参加しましょうかみたいな、そういうのを、ああ、ね、みんなで見に行こう、行こうなんかサークルみたいな感じですからね。あ一番いい感じですね。あ一番いいんですか。ちょっと緩い感じでねそうそんな感じに次は考えてますよね。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、ちょっと話を少し戻しましてですね、ちょっと次はですね、また闘病の生活に戻っていくんですけれども、はい、長谷川さんの家族のこと、まあ、宣告されて多分一番自分よりも多分家族とかってびっくりするかと思うんで、うん、ちょっとその家族のサポートがあったのかどうかだったりとか、なんかどういうふうにこうカミングアウトしたかだったりとか、そういったところちょっとお伺いできるなと。そうですね、カミングアウトってことで言えば、妻は、はい、なんかその、これがあるんでしょうとかって僕が聞いた時に横にいるので、まあ、聞いてますね。あいや一緒に行かれたんですね。一緒にいるので聞いてますよね。でだん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 その、ね、確定診断が出て、で確定診断の後にさっきも言いましたけど、腺がんなんだけど、腺がんでも入れ歯が効くタイプと効かないタイプがいて、効くタイプはさっき言ったように寿命が倍になるんですよね、うんうん、でそれかどうかみたいなところとか、そういう節目がありますけど、その時はね基本的には一緒にいてくれて、でサポートがあったかないかと言われるとすごいありましたよ。単純に言うとね、妻は感情がねすごいね激しいタイプなんですよちょっと笑ってしまいましたもう。なんかいい言葉じゃないですけど、いい言葉じゃないの。なんかね激しいタイプで、あ浮き沈みがある。それもいい言葉じゃないです。感情が豊か。感情豊か。豊か。豊かすごい。奥さんごめんなさい。すごい豊かな人でね。はい、つまり僕と一緒にこう診察を受けてると、うん、僕より反応するわけですよ。つまりだから何か悪いこと言われれば泣いてくれるし、でなんか医者が変なこと言えば、あの野郎ふざけんじゃねえよみたいな、そういうことで怒ってくれるし、そういう人がいる、身近にいるっていうのはこう何者にもこう変えがたいというか、そういう感じですね。だからすごいこうサポートされたなとは、サポートされてるなというか、もう今も当然ですけど、はい、そうですね。今だってすみません、次のところにも入ってくるんですけれども、だってまあ、お仕事も今もされていて、その奥さんもお仕事もされて、ああしてます、してます。
ですよね。一応ね、パートかな、パートをしてますね。だ そんな、フルタイムというわけではなく、それはなんか家事と、家事もできて、家のこともできて、それで仕事もできるみたいなのを選んで、妻はやってはいますかね、今ね。そのやっぱり自分自身がこう肺がんになったことで家族の輪がギュッとなったとかっていうのはあったりするんですか。なんか奥さんが結構あんま感じないな。あ、もう普段普通通り。なんか皆さんなんかギュッとなったって言います。ギュッとなったっていう人もいますね。もうそれを機に、はい、結婚指輪を、婚約指輪を買いに行かれた方もいられますし。瀬川さんの場合は普通に普通でしたね。普通にこう淡々と、あれかな、子供がね、その時は、ね、幼稚園の年長と小学2年生だったんです。あ、発覚の時ね。だからこう、ね、何事もなくこう生活が進んでいくってことが一番よしっていうふうに、僕も妻ももしくはその一緒に住んでる義理の父の母、僕はマスオさん、マスオさん状態なんですけど、そういう家族で住んでいて、でその中で、まあ、重病人は出たけど、一番いいのはその滞りなく日常生活が進むことみたいなっていう感じかな。なんか、なんかこう愛が深まったとか、そういう感じは特に。ああ、いや、まあけどね、普通に過ごすのが一番大変ですからね。あ、逆に、まあ、なるほどなるほど、はい、いやいや、それはすごい闘病を通して本当に普通ってすごいなっていうのはすごい思いましたしね。そんな中でちょっと次の話題に移っていくんですけれども、お仕事、はい、そのをだって治療を受けてたらできなかったりとかするときに、お仕事どうしたのかっていうのを。僕はね、フリーで仕事をしてたので、なので、あとさっきも言ったようにブワーッとこんな腫れてぶっ倒れるみたいな状況だったので、仕事はだからそれ以降一切してないんですよ。え、一切というか、そのあ、ごめんなさい、一切というか今までじゃなくて、仕事はできなくなるんです。そこでバツンと切れて、お金も入ってこなくなり、フリーなので会社員じゃないから、バツンとそこで切れて、仕事を復活するのは、去年の年末だから5年、いや、大体5年間ぐらいは仕事してない状況が続いて、でやっと復活したみたいな。え、生きていけるんですか。お金ってことですよね。お金、まあ次のそうです、話題にもなってます。そうです普通にお金として、5年間仕事なかったら、でもね、でもそうだね、お金はやっぱり一番考えるじゃないですか、はい、で最初は、お金会議ってね、やっぱり妻とするんですよ。お金会議大切でしょ。大切すごい大切で、はい、その時ねちょっとと思ったのは、はい、貯金はあなたの治療費には使いませんからねって言われて、かっこいいな。ただこれはつまり、貯金は、はい、子どもの学費、はい、その未来のことに使いますよっていうことで、はい、あなたの病気にはビタ一文たりとも使いませんよって言われて、あ、厳しいなとか思いながら、でもそれは僕も納得するんです。その通りだね。まあそうですね。そうだなみたいな。お二人もお子さんを捉えたら、じゃあその時どうするかっていうことで言うと、はい、たまたまね、その本当になったのはこの発覚するのは冬なんですけど、フリーだからこう定期的にお金は入ってこなくて、ボンボンってこう入ってくるんですよね。で、秋に働いたお金がちょうど発覚した時にボンぐらいに入ってきたので、それがね、その時に確か300万円ぐらいだったのかな。それだと1年間これでとか言えるでしょ。それでしてとかってこう言ったのと、あと親からの援助があって、あとね、友人からのカンパが。だから当然ほら、もうこれはね、なんていうの、ステージ4でさっきも言ったように余命も宣告されたから、隠すとか隠さないとかのも場合じゃなくて、もう一切連絡取られるとみんなほら心配して連絡とかくれるでしょ。その時にこういう状態なんだってことは正直に話すと、皆さんがこう、動いてくださって、カンパとかもう選抜するとかも、ね、2つぐらいあるの。そうでしょ。
笑い事じゃないんだけど、いやいやすごいそう、そういうで、あ、お金のことで言うとカンパでしょ、あとね、がん保険、がん保険に入ってて、それで、その仕事に復活するまでのところはつないできた。でもちろん仕事に、復活したっていうふうにさっき言ったけども、あの全然できてなくて、全然あのだからもともとフリーだし会社員じゃないから復帰してもフリーなのね。で、だから1本いくらっていうところでやっていて、当然その昔はこう1本2本3本でこれ同時進行で進んでって、あの何本も何本もこう抱えてやるんだけど、やるのが、まあ、そういう普通、そういうのが普通のやり方なんだけど、それやるとまた壊れちゃうしできないので一つしかやらないし、でこれも何ていうんですかね、ずっと継続してその一つがあるわけでもないので、まあ、緩やかにこう体調を見ながらやってるみたいな、そんな感じですかね仕事は。あ、じゃあ今は1本をちゃんと緩やかにやっているっていう感じで復帰をされているという方、フルタイムでも何でもないですね、うん、あ、じゃあまあ納期じゃないけど、そう忙しい時はちょっと忙しいけど、あ、そうですね、ですって感じですよね。そうです、そうです、ありがとうございます。そのさっきちょっと次の話題なんですけど、さっきちょっとお話も出たと思うんですけど、そのお金はまあボンと入ってきて、あとはあのがん保険では賄ったりとかカンパで賄ったりしたっていう形ですけど、え、あのこれ もしあの言えない範囲だったら全然問題ないんですけど、はい、問題ないじゃないわ、問題あるっていうね、あの、がん保険ってどういうの入られてどんな感じで出てきたんですか。なんかそこら辺正直あんまり入ってないですか。僕入ってなかったです。あ、だからがん保険は単純に通院してがんに特化したもので、そうですね、がん保険はね、多分 通院がちゃんと保障されてるっていうところなのかな。入られる時とかやっぱそういうのを 見て入ったんですか。がん保険に入られてるってことは結構前々からちょっと意識して入ったってことですよね。父親がね、やっぱがんで亡くなっているので、それをきっかけにして、ああがん保険入ろうかなと思ってがん保険に入りましたね。 でも何がいいかっていうところまでは、その入る時には全然その、詳しくなくて、向こうのお店の人がどれがいいですかって聞いたら、これがいいんじゃないっていうのに、じゃあそれでみたいな、その程度そんな感じです。そんな感じなんですね。あ、でもそれすごい助けてくれました、だから、あ、それは良かった。はい、そう、がん保険です。結構じゃあ賄えるもんなんですね。あ、ね、あのこれもまたあの病気、あのね、ちょっと言い方がいいかで、またちょっとあまり誤解を生じるかもしれないんですけど、がん保険を使い倒してます僕。あ、だからその、そうじゃないと仕事をしないでビタ一文入ってこない状況が、うん、であと貯金もだから、あの学費とかどうすんのっていうので、それも増やさないといけないとかっていう状況があるわけじゃないですか。で、まあ、妻は一応働いてますけどね、そういう中で何とかしなきゃと思うと、うん、それはだからこう普通に治療して、あ、入ってきましたじゃなくて、どうすればこういっぱいもらえるのかなっていうのは、あのよく見て、あのそれにこうはまるようにっておかしい、治療がもう第一前提なんですけど、それは常にこう保険はどうなるっていうのを考えてやってますね。はい、そうですよね。だって普通の、例えば会社員だと傷病手当金があって、うん、それでなんかあの賄ったりとかしてくれますけど、フリーとかね、自営業の人とかだったら本当にもうそれがないと生きていけないですしね。あ、そうですよね、ゼロですね。ゼロですから、それか自己破産するかっていう感じになってきますもんね。いや、じゃあちょっと今度あの長谷川さんの保険講座してもらおう。はい、はい、っていうの、ね、了解しました。はい、で次にですね、はい、辛い克服っていう形で書いてあると思うんですけれども、はい、やっぱあの、まあ、長谷川さんの中であるか分かんないんですけど、精神的に辛かった時とか肉体的に辛かった時に、この2つの項目でどういうふうに長谷川さんがこう今こう克服してきているのかとか、まあ、今克服中だったら克服中でもいいんですけれども、どういうふうにこう乗り前向きか分かんないですけど、乗り越えてきているかっていうのをちょっと、はいはい、肉体的でしょ、肉体的にと精神的に、はい、肉体的はこう、例えば今僕薬やってますけど、はい、薬は今だるいんですよね、だるさが出るやつなんです。
でそれがね、点滴じゃなくて毎日の飲み薬だから、つまりどういうことが起こるかというと毎日だるいんですよ。点滴ってあの辛い時期こう山副作用がぐわーっとなってこうあと下がる感じが、シスプラチンとかそうじゃないですか。そうじゃなくて僕の今やってるのはちょうど飲み薬で延々にこう副作用が続くので、これで、ね、辛いなとかっていうのはなんか思いますよね。でだから克服できてないとか辛いなって、あの治療あともちろんそのシスプラチンとかそういうあの普通の点滴の抗がん剤ももちろん髪の毛抜けるやつとかも、やってるし、あとがだいたい僕さっきも言ったように5年間で、5パターンの薬をやっていて、だからもうほぼね使い切ってる状態なんですよ。あと3つぐらいしか残ってるんです、保険適用のやつは。だからほぼやってるので、それに即した副作用っていうのはそれぞれあって全て経験していて、どれも辛かったですね。どれも辛いから辛かったねっていうぐらいもうなんかこう別にあの どうにもできないというか、それはというかそこに辛いもんでしょうぐらいな、もう そういうぐらいですかね。でしょうがないっていう感じで今もいるっていうのと、精神的なことで言うと、精神的なことはそうだな、あのあこれあれだな、あのちょっと病気のことじゃ なくて、はい、あのちょっと仕事のことになるんですけど、はい、さっき僕言ったようにこう、5年間は、うん、ほぼ仕事ができなくて、うん、やっとこの半年ぐらいで仕事をするようにこうなってくるんですけど、うん、なんていうのかな、あ辛いな、そうですね、その辛いなと思ったのは、その仕事のことで、自分がね自分じゃなくなっていくっていう経験 を一応してるんです。ちょっと話すと、あのね、最初にね仕事をしたいなと思い始めたのはその先、4年ぐらい経った時で、あこれはこの今の状態だったら仕事できるなと思ってこう仕事を探そうとするんですよね。でその時にまずしたのはね、うん、障害者に僕になりました。だから障害者手帳を持ってですね、肺で内部障害っていうのがあって、それを持てば、障害者雇用って枠があるから入りやすくなるんじゃないのかなみたいな。で、それを取って、職探しをするんですけど、その時に僕確か週5で通院してるんですよ。手術の合併症とかがあって、はい、週5で通院してて、だからね働ける期間なんて1日のうちに 3,4 時間で、しかも毎日やると倒れちゃうから、あの 3日ぐらいとかそんな感じの条件でこう探すと、自分月のねお給料はね5万円ぐらいになるんですよね。5万円もいかないぐらいな。で、それをこう突きつけられた時に、あのね自分が5万円の値打ちしかないってことをに耐えられなかったんですよね。俺5万円なんだと思って、一生懸命やっても5万円しかこう入ってこないんだっていうのもちょっと耐えられなくて、ちょっとどうしようどうしよう。で今度はあのなんか、ね、横浜市で合同説明会みたいなのが、あの障害者の合同説明会みたいなのがあって行くじゃないですか。そうするとまあ障害者がいっぱいいて、みんな面接とかしてるわけですよね。でもそうすると自分は働きたいと思ってるんですけど、そこねグッとね止まっちゃうんですよね。こうどういうことかっていうと、あのステージ4でしょ。で 週5で通院してて、あの具合悪くなったら休みますよ、でこのあとどうなっちゃうかも分かりませんよみたいな人を雇うわけないだろうなみたいなのであって、せっかくこう行ったのに止まっちゃうんですよね。で隣にはね知的障害のなんか高校生の子たちがいて、集団でいてね、こうすごいガンガン行って先生行ってきましたとか言ってこうやってるわけですね。先生はもうすごい不安そうな顔で見てて、でもこっちでこうすごい一生懸命やってるやつがいて、こっちでやったらグズグズしてるやつがいて、もうそれでもう俺はダメだみたいなことで帰っちゃって、でなんとか、これなんとか、まあ、なんないのかな、なんとかしなきゃななんてこう思ってて、でじゃあ今度あの仕事でもしかしたらサラリーマンになろうとしてるから、どっかにこう会社に入ろうとしてるからなんかこう辛いのかもしれない、自分で起業したらいいんじゃないかっていう、なんかねあのバカな考えをこう思い始めてでそのうち今度ね NPO とかのなんか塾みたいなのが無料であったからね、はいはいはい、そこにこう行き始めるんです。そしたらね今度そこで何が起こったかというと、
僕さ、あれ仕事って、テレビのディレクターって言いましたか？言いました。テレビのディレクターをやってたわけだけど、はい、そこに行ったら、俺はね、昔テレビのディレクターやってたんだよねって聞かれもしれないように言うんですよ。だからなんかね、昔の自分をね、こうどんどん、昔こうだったみたいな、なんかね、過去の栄光にすがるじゃないんですけど、そういうことをね、聞かれずっと言ってるね、自分にこう遭遇するんです。言い始めてるんです自分が。で、ある時に、あ、もうなんかこう、結局だからそうやって病気もね、通院とか具合が悪くてなかなかできないっていう状況があるけど、やろうとしてるけど全然その状況は実は認めてなくて、でしかも過去の栄光にすがってて、俺はあの時こうだったみたいなことを延々言ってると、なんかこうかっこ悪いでしょ、うん、なんかそんな風に、ね、こうなってるっていうのが、気づいた時は相当なんか落ち込んだというか、それがすごい辛かったですね。で、もうあまりに辛くて、じゃあつまり自分が思い描いてる自分と現実の自分が違うみたいなのに、これはもう耐えられなくて、でも強引にこれはもう仕事しないといけない、もう何が何でも仕事するってことで、さっき言ったその5年目の時に元の仕事に復活するみたいな。でそこでやってみたら、その5年前にやってた、まあ、病気の前にやってた自分がそこにいるんですよね、うん、なんかこうフリーでこう1本いくらだから、その何かプロジェクトをやってる時に、その39歳で病気になったんですけど、その時の自分がそのままそこに現れて、あ、俺はこうだったなみたいな、そういうのをこう思い出して、まあ、今も至るみたいな、辛かったっていうのは、なんかそんな感じでしょ。あ、じゃあ元の仕事に復活して今な乗り越えてきてるっていう形ですかね。感じですかね。感じいいですか。あ、そんな感じで。ありがとうございます。あと7分ぐらいなんですけれども、はい、あ、ちょっと待ってください。1個質問があったのにちょっと飛ばしてしまっていて、当時こうすごく首が腫れたっていうのがあったじゃないですか。これって痛かったんですかっていう質問があったんですけど。あ、痛くないですね。熱が出てた。名前で言うとね、上大静脈症候群って言って、ここのこっちから、心臓から心臓に入ってくる血管が詰まるっていう状況だったんですよね。だから、状況、あとね、ここか、首にはね、頭からくる静脈が2本あって、大きな2本あって、こっち側が詰まってるのかな、こっち側が詰まってるのと、こっちから入ってる心臓に来るやつが詰まってる。で、状況的に言うと、詰まって、つまり血栓ができてるってことだから、心臓に入ってその後肺に行くから肺塞栓が起こるっていう、エコノミークラス症候群ですね。あ、いつショックが起こるかもしれないよっていうのはずっと言われてる状況と、あとね、ここが詰まってるので、なんていうのかな、血流が良くなくてうっ血する感じっていうんですかね。そういうのはなんかありました。下向いたらもう血が頭に上っても、しょうがないとか。ああ、あとあったのはこうトイレ行って、ここ詰まってるから、詰まってるせいだと思ってるんですけど、トイレって息むじゃないですか。息むと失神するんですよね。でトイレでこうして、気がつくと地べたにこう横になってるみたいな、そういうのはあったけど痛みはなかった。痛みはなかった、はい。いろんなことあるんですけど、痛みがないっていうのはまだ不幸中の最後、分かんないですけど、どうなんでしょうね。はい、でですね、すみません、あとちょっと5分少々になるんですけども、はい、ちょっとですね、まあ、ちょっと飛ばしまして、今ですね、ちょっと治療を頑張っている人たちに対して、ちょっと今本当にステージ4で闘病しているこう長谷川さんから、やっぱ同志に向けて一言いただきたいなと思ってるんですけれども、はい、ちょっとこれこちら持っていただいて、こちらです、はい、あちらに、あっちか、ごめんなさい。どうですか、はい、映ってますか。いい感じですね。いい感じで映ってます、はい、いい感じです、はい、ね、ごめんなさい、読むと、はい、がんは自分がどう生きるかとあまり関係がない。うん、なんていうのかな、これあれですよね、その人が、がんの患者って、その人が大切にしている言葉とか、好きな言葉、好きな音楽とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。はい、多分、だからなんかその、で、それが、うん、岸田さんみたいに、例えば若いとか、病気の種類とかで、
そういう好きな言葉とかって全部変わってくるような気がするんですよね。そうですね。世代世代というか、なんか世代だったり、あの病気、そう、進行した人と進行してない人と、進行したら早期の方とか、多分全部違ってて、で本当にだからその時々の状況で違うので、まあ本当だったらこう、それを見つけ、それは必ずその時の状況に応じた、自分の心にグッとくる言葉はあるので、それはね、なんか探してほしいなっていうのは、まあ闘病の方にあります。でたまたま僕が今バシッと僕に来るのはこの言葉ですかね。自分がどう生きるかとあまり関係がない、関係ないですか。なんかあんま関係、それはね、肉体的に辛くてこう仕事できないとか、いろいろあるんだけど、あんま関係ないなって、こうやって仕事に復帰して思いました。なんかこう自分が何やりたいとか、こうやりたいっていうのはやればいいだけの話で、それはがんで物理的にできないこともあるんだけど、関係がない、これなんかね、ピタッときますね。ごめんなさい、なんかあんまり説明できない今の自分にぴったりくる、きますね、これね。だからがん、がんで、物理的にとか、厳しいこともあるけれども、がんだけを、言い訳にしてって言って言い方なんですね。さすが、もうなんかそういう感じ、ちょっと もっと言ってがんを言い訳にして何もしないっていうのは、ちょっとこれちょっと厳しい言葉になるんですけども、ちょっと甘えになっちゃって、あ、いいんじゃないですか。そうですね、そこは、いや、これは難しいですよね。がんになった時こそ甘えてもいいと思いますし、ただそれをばっかりで何もあれしたかった、これしたかったってすごいこうなんか後悔してこう生きていくよりも、いや、そうじゃなくて、がんでもできることはいっぱいあるし、やり方次第でなんかその やることもできる。さっきも長谷川さんおっしゃったように、仕事3つじゃなくて1個に絞ってとっていうこともね、できたりするのかなって思います。はい、もうですね、あともう、あと1分少々になってなったので、はい、長谷川さんのですね、お話はちょっとまだもうちょっと聞きたいんですけれども、こんなところでちょっと、いければなと思います。はい、でまたですね、がんノートは次回7月も2回行いますので、また見てください。7月の15日と、15日の水曜日の夜に次は行いますので、はい、ではまた、良い、はい、お疲れ様です。バイバイ。ありがとうございました。はい、はい、ではですね、次にですね、項目で、後遺症っていうところがあるんですけれども、はいはい、長谷川さん的にはっていうか、ね、言い方変ですけど、後遺症は、あるある、いっぱいありますよね。いっぱいある。一番大きいのはね、僕手術をしてて、はい、こう右側の肺を全部取ってるんですけど、はい、その後にね、感染症になっちゃったんですよね。感染症に。でそいつがね、病名でいうと脳胸っていうんですけど、脳胸、産む胸って書いて脳胸っていう、感染症なんです。菌に感染してしまって、はい、でそいつがね、薬とかじゃ日もさっちもいかないっていう状況で、ここに傷が、それを治療するために、ガーゼ交換、ガーゼ交換っていうのかな、そういうのをね、毎日毎日やってます。でそれがね、さっき言ったように週5で通院とか、ひどい時には週7で通院してたんですよね。そういうのずっとあったりして、でそれを傷の、消毒みたいなことをずっとやると、維持できるみたいな、そういう感じです。なだから似てるのはあれかな、透析、はい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 、あれもだからやれば別に普通になるけど、やんないととんでもないことになりますよね、うん、同じような状況が起きてて、処置、ガーゼ交換をするといいだろう。でもガーゼ交換してても別にそれは、今このぐらいにはなるんだけど、風邪をやたらと引きやすい、感染症なので引きやすいとか、やたらと疲れるとか、そういうのはなんかね、ずっと今もだからずっと今、ね、傷口を変えて処置してるし、今も、なんだっけ、
その感染症になりやすいし疲れやすいしみたいな。ガーゼ交換、じゃあもうガーゼが入ってるんですか。あ、ここにもう入ってて、定期どれぐらいの頻度で変えてるんですか。これね、1日2回変えてるんです。え、結構変えてますね。あ、なのでね、すっごい手間がかかるというか、もっと詳しく話すと、はい、あまりにかわいそうでみんなが耐えられなくなると思うので、もうこのぐらいで。まだガーゼ交換は1日2回こう、それなりに時間をかけてやっていて、それに対して本当にだから倒れる時もありますよぐらいの感じです。すっごい軽く言ってますけど相当なんですね。え、それ以外にはあります、うん、後遺症、後遺症っていうかなんか辛い、辛いこと、辛いこと、なんでしょうね。後遺症、後遺症でもそれぐらい、それぐらい、あ、副作用がずっと続いてる、なんかあの治らない副作用ってあるじゃないですか、聞くところ。あの肺がん、あ、そういう意味ではね、あのね、頭、あの脱毛の薬を使って、はい、当然一回ハゲになってもう、まあ、元に戻るんですけど、それ以来その薬を使うとなんかね、やたらと抜けるっていうのはありますね。脱毛しないって言われてる薬なのに、抜ける。抜ける。あとすごいなんか細くなった。だからこう僕なんか髪の毛がさ、こうなんかしょんぼりしてる感じします。なんで俺こんなしょんぼりしてるのかなとか思ったりするんですけど、だからそれ張りとかがなくなるんですよ。今日分かります、分かります。これまあ多分科学的にとかじゃなくて、普通にもうやっぱ抗がん剤で一回抜けたら、僕結構ね薄くなっちゃう人多いですよね。そうですよね、 薄くなります。薄くなる、男性の場合。あ、そうか、女性はまた違うんですね。女性はそんな薄い人っていうのはそこまで、僕の見てきた人はそこまでいないんですけど、男性は結構な確率薄くなってるんですよね。あ、じゃあやっぱ、それあるかもしれない。今すごい気にしてるところで、床屋さん行くとこう上切らないでねっていう。そんな感じです。後遺症、はい、後遺症、そんな感じで。じゃあ次、反省っていうところで、はいはい、あの時こうしておけばよかったなみたいな反省。あ、あの時は、あの時ほんとペン回したし、研修医になんかもうピョッてこうなんか振りさしとけよかったなとか。確かになんかありますね、反省、反省、そうそう、なんかね、そうそう、これ、この質問項目ですぐ浮かぶのは、はい、あれですよね、治療方針を自分、決断は自分で相談するんだけども、流されて深く考えずに決断したことがあって、それはね、ものすごい反省してます。なんか長い、なんか、いや、なんとなく伝わります。いや、伝わりますけど、どういうことなんだろうと思って。説明をするとね、最初僕2つの薬を、一番最初の薬のことなんですけど、はい、2つの薬をこうやってたわけですよね。はい、でね、実はね、ここにもう1個、3つ目の薬っていうのがあって、うん、こいつがね、新薬で出てきたばっかりで、うん、こいつも合わせてやる場合っていうのがあるわけですよ。でこいつを加えるとね、生存期間が1ヶ月ぐらい延長するのかな。あとは12ヶ月ぐらいか、もうちょっと長くなるっていう。それでもそのぐらいなんですね。あ、でもそれはもちろん100人いたら50番目とか、知ってるでしょ。平均値じゃないわ、平均じゃなくて、中央値、中央値、中央値で、こいつを加えると1ヶ月伸びるみたいな、そういうのがあって、で、ね、僕はね、これで当然保険適用されてるんですけど、近畿じゃなくて、近畿分かるから、みんな近畿は近畿は使っちゃいけない状況の、例えばシスプラチンという薬は腎臓が悪い人はやらないですよね、腎臓が悪い人にやっちゃいけないという決まりがあって、それを近畿っていうんだけど、近畿じゃなくて注意っていうのもあるんですよね。こういうタイプには注意して使うようにみたいな、薬の添付文書っていうあるじゃないですか。でそこに載ってるので、僕はね、この薬に、この3つ目の薬に対して注意っていういう部類にはまったんですよね。そしたら主治医はこれ使わなかったの、これ使わなくなっちゃったね。で、でそれは最初の頃はまあそんなに詳しくないし、ここブワーッと膨れてるし、そうですよね、思考能力ないから、この2つでいくんだけど、半年効くわけでしょ。半年効いてる、だんだん良くなっていくと、だんだん良くなっていった時に
さっき言ったようにこの3つ目の薬を使わないというふうに判断した根拠のその注意事項が僕から消えるんですよ。僕の体が良くなっていくからその注意事項がなくなっていくんですよね。使っていいじゃんみたいな話になります。使え使えみたいなことを言うんですけど、結局ね使わないまま半年経つんですよね。で、また聞いたんだけど結局悪くなった、でね、これがねちょうど秋口の頃にかかってて、はい、秋っていうのは肺がん学会がなんかあっていろんな発表があるんですけど、そこでね、ちょっとびっくりしたのはこの3つ目、そこで発表があってこの3つ目の薬を使うと、生存期間までは確か伸びるとは言ってないんだけど、効く可能性はね、効くっていうかそうギューッとこうちっちゃくなる可能性が、この2つだと 40% ぐらいなんですよね。効く人は 40% ぐらいなんだけど、この3つ目入れると 60% になるっていう数字が出ていて、それはね、つまり 1.5 倍の確率で効くってわけじゃないですか。だからめちゃめちゃ効くわけですよね。だからこう最初から、あ、だからつまり、僕は効かなくなってから、説明が難しいな、効かなくなってから、はい、実はあの3つ目の薬を入れてたらもっとより効いてたよってことが分かるわけですよ。なんとなく分かります、分かります、分かります。で、でじゃあそれは今言ったようにそれは効かなくなった後に情報が出てきて、ああっていうふうに思ったっていうことなら諦めきれるんだけど、学会で発表してるってことは秋発表だから夏ぐらいにはもう出てるわけ、大体インターネットとかでポロ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 そういう数字が出てて、実はその3つ目の薬を使うとすごい効き目がありますよっていうことが、あの前の臨床試験よりも次の臨床試験で分かってきてるってことがどんどん発表されてる。でつまりだから僕はそれを調べもしないで、まあまあこの3つ目は使わないで今も効いてるからいいだろうみたいな、いいやみたいなふうに、スルーして、で、それが効かなくなった後にそれを知るみたいな。でもちゃんとそこで僕は薬をやってるというか効いてる時にその情報を調べれば多分、見つけられたわけで、多分そしたら僕は説得して3つ目の薬加えてよっていうふうに主治医に言うと思うんですけど、それをしなかったっていうことがこう分かった時に、何て言うんですかね、もう血が逆流するぐらいの感じの、何て言うんですかね、自分に怒りを覚えるっていうの、なんかあるじゃないですか。ありますね。なんかね、そういうふうにはなって、それは反省してます、すごく。それはだから二度としないみたいな。じゃああれですね、今聞いてるからといって油断することなく、ちょっとそれでも自分のちゃんとその治療法とかをちゃんとウォッチしていくというか。そうですね、だからそうですね、それでなんて言うんでしょう、自分がだから決断するときにちゃんとその決断に対して後々後悔しないかとか、後悔しない決断をしてるかどうかっていうことですかね。それはね、なんかね、すごい一回それでそういうことがあって、本当に血が逆流するみたいな、こういう感覚のことを言うんだなみたいなのが起こりましたね。反省してます、すごく。じゃあ今はもうそういうことはしてない。あ、だからそれはね、選択するときには必ずそのもちろん主治医だったりお医者さんの意見と、自分が調べたことといろいろこうディスカッションして、それで決めてます、ね、決めてるっていう、はい、ありがとうございます。そうですね、やっぱ自分でね、本当に後悔しない選択っていうのが本当にね、治療やっていくときに大切ですからね。そういうのか、はい、次にこれもしあればでいいですもしあればでいいです、医療従事者への感謝要望、まあ要望はね、ペン回すなよっていう要望がそうですね、ペン人にね告知してるときはこうペン回すペン回すね。なんか感謝することってありました、逆に。あ、それはいっぱいこうあれですよね、僕のね、なんかね、主治医はすごいいつも感謝してるっていうのは、よく3分診療とか先生がこう話を聞いてくれないねとかっていうのがあるじゃないですか。僕の先生は全然そんなことないですよね。もうね、こっちが、言うだけ一応聞いてくれるんです。で、忙しい時はちょっと今日忙しいんだとかって言ってくれたり、なんかそういうのが分かるような体制で言ってくれるので、じゃあ次にしますねみたいな。そうですね、そういう、なんて言うんだろうな、こちらがすごい言いやすいというか聞いてくれる状況を作ってくれるっていうのは
もしかしたら普通のことなのかもしれないですけど、それはすごいこう感謝してますね。確かに。そうですね、うん、忙しい時は忙しいって言ってくれた方がうる、ね、分かりやすいですもん ね、うん、そうですね、こっちは。なんかね、イライラしてるのかなとか、そういうのをこう忙しいのかなとか、いろいろこっちが勘ぐるよりも、ちょっと今日はね、あれなんだよねって言ってくれると、じゃあ質問が5個あるけど2個にしようとか、うん、あと3つはじゃあまた次に、次でもいいし。そうですよね、うん、その代わり次回ちゃんと時間取ってねっていう感じですね。そうですね、うん、いやそれは確かにな。そういうね、なんかね、まあ、札じゃないけど、なんかね、分かりやすくしてくれたりですよね。あ、イエスノー枕じゃないですけど、あ、そうですね、今はちょっと疲れてるみたいなでも毎回こう外来に来てもいつも疲れてるマークだとなんだよみたいなそうですよね、いつも疲れてていつもちょっと時間ないみたいな感じになっちゃいますよね。確かに。それで、そっか、確かに、けどいつもちょっと余裕ありますって言ったら、めっちゃみんなに、みんな、あ、それで雑談しそうですよね。先生、なんかあのアイスクリームとか好きですかとか、なんか全然関係ないこと聞いても先生にうざがられそうですあの、なんだよって思われそうですよね。なんか、いやね、ほんと医者と患者のコミュニケーションがあのダメっていうか、あのその難しいとか、こう取れてないっていう人たちって結構ね、お互いね、そこが課題だったりしますからね。逆にこうなんか雑談してアイスブレイクしてっていう感じもいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。で次に、キャンサーギフトっていうのがありまして、キャンサーギフトご存知ですか、はい、あのご存知ですかっていうキャンサーギフトという言葉を聞いたことあります。あ、説明してくださ いあのそうですね、がんになって、まあ、あの結構苦しいことや悲しいことって、まあ、かなりたくさんあると思うんですけれども、そうではなくてキャンサー、がんがくれた贈り物、何かいいことだったりとか、がんならではのなんか良かったことっていうのは長谷川さん的に何かあったかなと思いまして。あ、僕はあまりこれに関してだから積極的に、これがあるこれがあるっていうようなタイプではないですね。ただあの当然そのあれですね、人といろんな人と出会えたっていうのは、うん、そうこうこれにはハマるかなとは思いますね。あと岸田さんとか、ね、皆さんとかね、うん、もちろんお医者さんも含め、あとは患者さんも含め、まあ、あの病気になってなかったら会わない人ですからね。それはすごくこの言葉にギフトといえばギフトなのかもしれないなと思います、はい、そうですね。あとそういう患者会を作ったこととかも、そのなんかがんにならなければ患者会も作らなかった。そうですね、あ、だからそう、うん、患者会も作ってないですよね、単純に、うん、でこういう発信もしていこうと思わなかったってことですもんね、はいはい、うん、ありがとうございます、はい、次が最後になりますかね、はい、おすすめ情報。おすすめ情報、なんかもう本当に何でも大丈夫です。もうおすすめ情報、これ難しいですよね。これ皆さんなんかパッとみんな言います？パッとみんな言えないです言えないです。もう今時間あるんでもう全然大丈夫です。ああ、もうなんか、さっきもちょっとなんだっけ、最後に治療を頑張ってる方へみたいな話があったじゃないですか。だからそのさっきも言ったように、そのがんの進行度合いとか、その人のキャラクターとかで入ってくる言葉が全く違うみたいな、そういうなんか話しましたよね、はい、そういう意味で言うと、そういう意味で言うととか、今僕がそれでハマってるというか、ああいいなっていうふうに思うのは、だから今ね、がん哲学外来はいいなと思いますね。あれ行かれたんですよ、行かれたっていうかの、はいはい、ブログで一度書いたことがあるんですけど、行きましたですよね、はい、どうでした？あ、すごい良かったですよ。前向きな感じ。あ、でね、これにもしかしたらつながるのかもしれないですけど、はい、例えば言葉、結構言葉としてね、僕がくれて良かったのは、これとつながるのかなと思うことで言うと、よく人生に期待、言葉でね、人生に期待するのではなくて、人生から期待されているんだと考えるみたいなのがあるんです。これどういうことかというと、本当に哲学ですね。でもこれそんなね難しいことじゃなくて、
なんで俺病気になったんだ、なんで俺こんな苦しい目に遭うんだ、それ人生に期待してるからでしょ。そうです。こういうふうになんかいろんなことがこういいことがあるはずだってこう思ってるから、そういうこうなんで俺はこんなになってんだみたいなことをの言葉が出てくるんだけど、人生から期待されてますよっていう言葉に置き換えると、今実はあなたがこう苦しい立場にいるのかもしれないけど、そこであなたがどう生きるかは実は期待見てますみたいな、そういうふうにこう、言葉がこう逆転してるというか、なんかそんな意味合い。これ誰の言葉だったかな、なんか有名な人の言葉をね必ずもじるんですよ。であと当然僕今なんか前向きなこと言いましたけど、当然ほら治療中でさ、ああでもないこうでもないってがんのこと四六時中考えるわけじゃないですか。でそういう時にはこんな言葉がありましたね。一生懸命何か問題があって、はい、それに対して一生懸命何かそれに対してやったのであれば、そこに対しての心配はほんの少しでいいと。なぜならもう、その心配事のものは、なるようにしかならないのだからっていう言葉があるんですけど、これね勝海舟が言ったんです。勝海舟が言った言葉だからねって言ってこう教えてくれるんですけど、そういう言葉くれて、もうそうだよな、勝海舟がそんなこと言ったんだって。でそういうのはなんかね、最近このそのがん哲学外来の言葉は今言った2つの言葉以外にもいっぱい言葉があって、そういうのをその状況に応じてくれるんですけど、それはねなんかねおすすめというか、でもこれちょっと前向きな感じなので、前向きな感じがあんまりそぐわない時期だったりするとあんまりダメかもしれない。がん哲学外来って、全然知らない人も多分いらっしゃると思うんで、はいはい、ちょっとだけ説明してもらっていいですか。がん哲学外来っていうのは順天堂大学の病理、病理ってだから顕微鏡でがん細胞とか見てる先生、先生で日野沖夫先生という方がいらっしゃって、その方が始めた、外来で、なんかね、病理だから顕微鏡しかいつも覗いてないでしょ。そうですね、そうです、そうですね。でたまたま外来に行って患者さんの話聞いたら、お医者さんでは解消できないことがいくつもあるなっていうふうになんか思ったらしくて、でそれはなんか多分医療の隙間というか、その多分その心の問題って言ったらいいんですかね、そういうことなんじゃないかっていうふうに先生が思い始めて、その順天堂でそういうなんか哲学外来っていうのを3ヶ月ぐらい開いたんですって。そしたらね、もうね断りきれないほどの人が来て、つまり需要があるっていう、だから医療とは別のところで患者さんが迷っているっていうか悩んでいるってことを知って、そういう活動をどんどんこう広めていってる。で今関東だったら本当に何十箇所っていうぐらい、全国ありますよね。ありますよね。それでこうやってる感じ。あ、合ってるこれ。大体そうだと思います。僕もインターネットしか知らないですけど、そんな感じで今パラパラね、各地域で、ね、各地域でそのカフェみたいな感じでやってますよね。ありがとうございます。がん哲学外来もね、もしご興味あれば、ちょっといい名言をもらえるかもしれないですね。まとめんのうまいね。そうなんですよ。もう長谷川さんでもう今回で第20回目になりまして、もう色々最初はバタバタだったんですけれども、はい、色々ちょっと成長してきたかなっていうところになります。はい、そんな感じでですね、今回のがんノート、この辺でお開きとなります。どうもありがとうございました。お願いします。